スコシアバンクはカナダのトロントに本社を置く銀行である。カナダ五大銀行の一つで銀行業界ではカナダロイヤル銀行と TD バンクフィナンシャルグループに次ぐ業界第3位の規模を持つ。カナダ国内では最も国際的な銀行で50カ国に支店を出している。本社ビルのスコシアプラザノバスコシア銀行は1832年に ノバスコシア州のハリファックスで設立された。1882年までは、近隣諸州など限られた範囲での事業を行っていたが、西部カナダへの進出で、マニトバ州のウィニペグに支店を開いたことをきっかけに、ミネアポリスやシカゴなどを含むアメリカ中西部へと事業規模を拡大させた。メキシコでもスコシアバンクインベルラットとして、金融サービスを提供している。 1900年には、カナダ、アメリカ、ジャマイカに38の支店を持つようになった。カナダ国内では、アトランティック諸州とケベック州、オンタリオ州、マニトバ州に事業を展開。1892年、カナダの銀行としては、ニューファンドランドに初めて進出した銀行でもある。1914年には、メトロポリタンバンクを吸収した。1962年に、 港区虎ノ門に東京支店を開設したが2013年9月に閉鎖。2014年10月17日、証券部門のスコシアセキュリティーズアジアリミテッド東京支店が営業を開始。初期の国際展開では国際金融市場への戦略的な展開よりも貿易と顧客ビジネスに沿った事業展開が行われた。スコシアバンクはグローバル ATM アライアンスに 参加しており、他の提携銀行とは ATM カード、またはチェックカードを手数料なしで利用することができる。グローバル ATM アライアンスに参加している銀行は、バークレイズ、バンクオブアメリカ、BNP パリバ、中国建設銀行、ドイツ銀行、サンタンデールセルフィン銀行、ウエストパック銀行である。同行は、以下年度に数多くの金融機関を合併している。 旧モントリオールトラストや旧ナショナルトラストの視点は、ブランド名を、スコシアバンクトラストとして、継続、運営している。ありがとうございます。